皆さんこんにちは。第2弾は、はい、ドライブです。はい、運転手は僕だ。はい、私は監視監督っていうの。監督じゃないでしょ別に。何？助手席。あ、助手席でお昼ね、夫婦ドライブしますってこと。あ、そう、夫婦ドライブ仕方ないからします。こらこらこら。でも普通に助手席に乗ってるのが、うん、違和感ありだね。違和感あり、うん、乗らないもんね。私もなんか変な感じがする。これが普通なの。そうなんだ。なのにいつも後ろに乗ってます。そうです。さあ帰りますよ。どうなのハンドル、運転しやすいの？持ちやすいよね。でもなんかハンドルちっちゃくない？もちろんちっちゃいよ。もうドライブ、あのドライブじゃない、レース仕様というかサーキット仕様だから。そうだよね。気持ち四角いんだよね。四角いというかなんていうの、なんかここがまっすぐになってるよね。持つ下も。あ、そう、まっすぐ。あなたのお腹丸いけど。おやそれはダメだ。本当だ、見苦しいよ。ダイエット企画スタートしてないじゃん。これ食べてるよね。ソフトクリームさっきも食べました。はい。だってさ、ダイエット企画スタートって言ってから、あれいけない、太っちゃったってやってなかった？やってない、やってない、やってなかった。気持ち痩せてるけど。そうなの？だってあれやってるから。何？ロングブレス？オートファジー。何それ？だから夜8時ぐらいから次の日の12時ぐらいまでご飯、16時間。カメラもあなたを抜きました。あれで、いい結果になってるの？いやいや、体がやっぱ調子良くなるってことだね。そうなんだ。痩せるっていうよりも調子が良くなるってこと。なんか蚊がいたよ。蚊に刺された。マジで蚊がいた。早くない？蚊が出てくるの。蚊アレルギーだから。そうよ、蚊に刺されたら大変なことになるの。めちゃくちゃ腫れるから。これ、冷暖房の吹き出し口っていうの、うん、3つ多くない？そう、ここにもあるから4つだよ。5つだよ、こっちにも。あ、そっか。多いよね。レースしてる時はみんなカッカしちゃうのかな。そういうことじゃない本気でこれでレース行くわけじゃないからね。そうなんだ。でも私のこのカメラだとみんな気持ち悪くなるかも。触れちゃってるかも。ねえ、右に寄ってるよ。危ないよ。え、右に寄ってるよ。私白線の上にいるもんそんなことはない。ここのところにリンガーハットってあるの？前からあんまり来ることないけど。そうね。あ、学校、うん、あのね、そんなに驚くことじゃないから道走ってれば学校もあればさ、ファミレスもあるときあるよ、そら。え、そんなに驚くことじゃない。だって何回か来てるけど学校初めて。あなたはいつもカーテン閉めたところで後ろに座ってるから何にも周り見てない。いつもタイムスリップのように。ワープそう。あれワープ、ワープしたように乗ったとこから目的地まで着いちゃう。ご到着。それを多分ね、あの幼い頃からやってるじゃん。だからもうすごいよね。でも道知ってるよ結構。だから今どこに私がいるのってわからない時って結構多分あると思う。今わかってるよ。今はね、うん、今は見えるから助手席にいるからそう。でもちょっとお天気悪くなってきたね。雨の日の運転って嫌だよね。邪魔だもんね、ワイパー。いや、そりゃそうだよね。ワイパーなくしてどうにかならないのかな。なるわけないでしょ。雨降ってる日は傘も差すし、傘なくていいなって言ってるのと一緒ですよ。あるじゃん、水はじきのいいやつをつけとけばさ、ワイパーなくても風でビューって水がはじいてくれるって。それだとワイパー邪魔じゃなくない？基本的にでも今は性能いいから、少ない雨だったらそれでいけるよ。あ、そうなの。そうだよ、そういえば私オートマティックの限定免許証だよ。知ってる、そういう人結構多いよな。ていうかさ、限定だよ。限定って言ったらなんかすごい特別感ない？そんなことない
でもオートマ車なんて乗ることないもんね。オートマ車じゃなくてマニュアル車。マニュアル車乗ることないもんね。基本的にはないよね、もう今時。だよね。本当にフェラーリとかスポーツカー乗らない限り。でもスポーツカーも今あのマニュアルないからね、オートマになってるから。そうなの。でも僕の時代はもうオートマの教習がなかったからね。そうなの。逆にマニュアルでしか免許取ってない。今も選べるの？今どうなんだろう。知りません。ちょっとなんか面白いこと喋ってもらっていい？何か別に車から離れたネタでもいいんじゃないの、うん、車で限定するとどうしてもそうなっちゃう、ね、そうだよね。だから私寝るからちょっと静かにしてもらって。すいません、どっちなの、寝るのか面白いこと喋るのか。この屋根はちゃんと開けられるのかな。ちょっと開けてみよう。私触ったことないから。どこだろう。ここ開いた。運転しててね、ちゃんと。開いたよ、開いたよ、開いたよ、開いたよ。あたたたたたた、開いたよ。あ、なにこれ、二段階になってんの。そりゃそうです。え、あとにまた開く。わ、三段階じゃん。初めて開けたよ、1年経った。あ、すごっ。ほら、もうちょっとさ、何、空が見えるところで開ければいいのにさ高速道路の下で開けたって、ほらって言ったってあんまり良くないよ。じゃあもう一回閉めるよ。そんなこと言ったって開け方知らなかったのかしょうがないじゃん。そうね、閉まってよ。え、これはどうやって閉めんの。もう一回やるじゃん。開いたじゃん。何、そういうことだな。あ、そういうことなんだ。すごいね。これって乗ってる感じになるのかな。これ動いてるところ、撮ってると。そうだね、止まってるよ。渋滞です。あら、どうして混む時間、混む時間。いや、どうなんだろう。あら、事故。あ、なんか落ちる落ちる落ちる、なんか落ちてる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 。お洋服、マット、なんか落ちてたよ。踏んだ、踏まなかった今。だからそれでちょっと渋滞っぽくなってたし、それをゆっくり。びっくりするよね、硬いものだったら車傷ついちゃう。寄ってってる寄ってってる、もう怖い。こういう時って夫婦って何の会話をするんだろうね。みんな奥さんと旦那さんって何話すんだろう。すいません、僕たちね、多分ね、普通の夫婦よりめちゃめちゃ喋ってると思うよね。そうなの。そりゃそうだよ。だって特に何も話さないじゃん。車の中でみんなどんな会話をするかってことよ。歌歌ってみる。いいね、歌って。いいね。じゃあ歌って、そっちから。そっちから、うん。瞳にキスして、それ、せかし震える肩先、幼い恋強く抱きしめて。こんな感じでしょ。終わり。当たり前でしょ。次、あれはあれはアネの曲にして。JP にいたんだ、こんなやつって。US スターの子供を見たく遊ぶ、なんだって気合。ちょっと寝ていい、私発車開けるまで肘です。肘鉄、肘鉄はないでしょ。そんな歌詞ないでしょ。何肘鉄って。知らないから。で、もうちょっといい曲あったでしょ。マネアのスローなバラードの、なんだっけ。え、もうちょっとあったでしょ。忘れたからもういいよ、それは。つまらないな。じゃあしりとりしよう。
あずきのちっちゃい時じゃないんだから。何？あずきのちっちゃい時しりとりばっかするからもうすごい疲れたっつうの。え？しりとりする？今勝島だったよ。まで。まさき。これ何？ここ右側。競馬場？私ここ走ったことある。競馬場で馬になったことある。すごい経験だよそれ。すごいよね。走れないよ人間。まず許可が取るとかどうのこうのじゃなくて重くて。そうなの。重くてって何？砂でね足が重れるの。それそれ走ったよ一周。すごくない？すごいよ。自分でもびっくり。それも馬のなんかつけてたよ。腰元の格好して。すごい。すごいでしょ。経験はすごいし、そのビデオ見てみたい。じゃあどうぞ。ないよ。あっても使えないし。そうだね。あ、帰りは早いね。なんでだろうね。行くときはちょっと時間かかったかなと思うのに、帰りはさ毎回さ早く感じない？それはいつもそう言ってるけど、うん、さっきあなた行きも、うん、めっちゃくちゃ早いねって言ってたよ。え、そう？本当もう着いたとかって言ってたじゃん。本当？言ってたよ。そう？そんなこと言った？言った。あっという間だねっつって。あっという間に着いたね。いや、こんなもんです。あ、そう。あ、なんとなくもうちょっとかかるのかなと思ってたのが、あ、これぐらいなんだっていう、着いたねっていうのとちょっと違うね。何が？帰りでしょ。帰りってそういう感じになるんだよね。なんかなんでだろうね。でもかかってる分数は一緒なんだよね。そう、感覚がなんかそういう感じになる。なんだろうね。やっぱり見たことのある景色がだん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 近づいてくる。話聞いてないでしょ、もう。うん、ちょっとこれって高速じゃないよね。あ、高速なんだ。高速だよ。あれ、これどちらからいらした？横浜？方面から東京に今向かってるんでしょ。あ、そうなんだ。前見て運転してよ。してるしてる。え、この上も高速？え？高速ってこんなに走ってた上？戻る方と、うん、これほら右側見てごらん。あ、走ってないね。向こう行く方ないでしょ。本当だ。走ってるわけですよ。はあ。段違い平行棒のようになってる。みんなそう？みんなじゃないけどそういうところもある。あ、そうなんだ。全部が全部こうすれ違ってないから。ちょっとやだ、今まで気づかなかった。そういうもんなんですよ。そうなんだ。どこ見て走ってたんだろう。あの前しか見てない。ちょっとつぼこしん方だから。レインボーブリッジ？違うよ、ほら。どれ？ああ、対向車線？今、ここから上に上がってくる。あ、電車も見えるじゃない、ここ。何線？東京。わからない。モノレールだね、多分。あ、書いてあった、モノレールって。え、どこ？モノレールって？どこからどこ走るの？羽田でしょうね。羽田なのか。違うよ、お台場だよ。え、違うよ、ここ天王洲だよ。お台場向こうだよ。え、うわ、これ懐かしいね。これ船でしょ。公園の上じゃない、これ。いいよ、前見ててよ。懐かしいね。あとは芝浦だよ。高層マンション多いね、この辺り。この辺から始まったの、高層マンションって。それはどうかわかんないけど。だから危ないよ、危ないよ。統括していくと、ハザードつけて、うん、ここだよ、ハザード。あなた久しぶりに助手席乗ったからいろんなのが見えるんだね、今。そう。危ないよ、危ないよ。分かってるから大丈夫だっつうの。もう何、すっごい久しぶりにいろんなものが見えてる。そうなのよ。何、いつも見なさすぎなの。そうだね。運転もしなくなっちゃったからさ。だから運転はもうやめた方がいいって。え、でもすごい新鮮だってこと分かったじゃん。いろんなことが目に入ってくるよ。危ない危ない危ない。怖いね、なんか人の運転って。こ
っちにもブレーキつけてくれればいいのにね。めちゃめちゃになっちゃうよ。だって教習所のさ車ってさ、まあ、そそうだ先生のところにもブレーキあったよね。そしたらダブルだよ。ダブルチェックってよく言うじゃん、荷物の。まあそうだね。そしたら事故減らない？だって俺結婚したばっかりの頃、うん、あなたの実家西春に行って、うん、車運転して、うん、あなたと、うん、あなたのお母さんと、うん、お姉さんを3人乗せたことがあるのね。なんで？お買い物行くの？どっかお買い物かなんか、うん、その時3人が一緒に赤青3人で言うからあ、これ家計なんだなと思って右に寄ってるよ。ダブルチェックじゃないけどね、左だよ、これ私たち出るよ、トリプルチェックだから。なんでだろうね、教えてあげた方がいいかなと思って。いや心配性なのよ。そう、家族で心配性。そうなの、転ばないようにもすごく言われたもん、怪我をしないようにとか。先にそのおかげでもうすごく足は、おみ足は綺麗ですからいやいやね、膝はねスカート履くから怪我しないようにってずっとすごい注意されて育ってきたのね。それはやっぱ、あ、さっきこれじゃん。え、なんでワープしてんの電車が。ワープじゃ同じってことでしょ、結局私たち遠回りしたの。まあ高速道路とモノレールが同じ道走ってないからそれはこういうこともあるでしょ、クロスになったりすることもあれば。え、だってさ右走ってたよ私たちの。だからそういうこともあるでしょ、やっぱりググったりなんかすることもあるでしょ。すごいね、東京ってすごいね。じゃあ空中でいろんなことが起きてるってことだもんね。空中とは言わないけどめちゃくちゃだよ本当にああ見慣れた光景になってきたね。ですね。あら看板があるんじゃないの私の。ないね、違うから見えないんだ、残念。この下見える、一瞬見える。ほんと、じゃ怖いからいい、ちゃんと運転して。あ、ほんとだ、私だね。ほんとだ、知ってるでしょ、こういうのが運転してると僕は気づく。そうだね、もうちょっと運転するようにするよ。じゃあいいよ、しなくてこの状態だから。いや車運転してみるけど、ちゃんとスイッチ入ってるよ頭。入ってたって、今こんなモノレールのこともわからないし。じゃあそういうところは見てないの。だから前しか見てないから。いや今助手席だから見てるところがちょっといろいろ広くなってるのね。このインプラントってすごい目立つよね。これオレンジとピンクがあるんで知ってる？看板。でも人の良さそうな人だよね。笑顔が可愛いし。もう着いちゃうよ。もう一回行くコストコ。だからやっとり学んだよね。本当。っていうかさ、まずさ、車の運転嫌いだからさ、ドライブに行こうって声かけられることもないもんね。何？でもそれはあなたも一緒でしょ。いや、私好きよ。無意味にドライブなんて絶対しないタイプだし。しないよ。そうでしょ、ほら、別に好きじゃないじゃん。そんなこと知ってる。あ、いたじゃん、私。で、何？いや、目的がなければ出かける人じゃないから、そんな無意味にドライブしようなんて。あなたでもさ、普通のご夫婦はあるんじゃないの？普通のご夫婦、ちょっと海でも行ってみるとか山でも行ってみるって。私だって声かけられたら、じゃあ行きましょうかってなるよ。ならないのに言うな嘘つくな言うよ。絶対にならない。言うよそんなの。あ、一応私だって人に合わせることできるから。いや、人に合わすことはできるけど、僕に合わすことは多分あまりできない。いや、そんなことないよ。え、じゃあ山の中に行ってちょっとタケノコ掘りでも行ってみるって言われたら、行ってみようかってなるよよくそういうこと言えるね。ありえないから、そんなこと。なんで？で、そうやって思い込んでるから。はい、ということで本日は夫婦仲良くドライブということでした。ありがとうございました。次回は山にドライブに行きたいと思います。すみません、行かないでしょ山ねって。山行っておいでよ。だからそれじゃ一緒じゃないじゃん、ドライブじゃないじゃん。あ、ビデオ通話で。いやいや、それじゃドライブに行きます、ね、あ、じゃあ海にする。嘘言っちゃいけない。じゃあ海行こうか。うん、それも行かない。行かないよね。だからやめてって、そういう嘘つくのは。じゃあまた機会があったら二人でどこかに行きたいと思います。お買い物なら行くでしょ。行く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 でしょ。はい、ということで皆さんありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。はい、長かったね、お付き合いいただいたの。ありがとうございます。ではまたご覧くださいね。さよなら。はい、さよなら。バイバイ。はい。